高砂姫チャンネル。どうもー。姫とモブ二人で高砂姫でーす。お願いしまーす。お願いしまーす。ねえねえモブくん、運動会やらない？いや僕たち動けないですよ。長らく運動なんかしてないですよ。運動会やってくれないの？絶対やりまーす。やった。じゃあ選手先生からね。はーい。先生、姫は、今日も可愛いことを誓います。僕たちもそう思います。じゃあまずは綱引きで勝負だよ。はーい。姫とモブくんで勝負だ。え、2対1でいいんですか？だってモブくん弱そうじゃん。これ負けられませんな。ですな。いくよ。よし。よーい、スタート。えいさ、おいさ、えいさ。ちょっとモブくん、手加減してほしい。にゃっ。ガッ。ヤオ。ガッガッガワイウス。モブくん、はい、チョキッマ。あー。やったー、姫の勝ち。姫に綱も心も、惹かれちゃいましたね。赤い糸だけは絶対に離したダメだよ。絶対離したダメだよ。結んじゃうから。固くちゃう、固くちゃう。落ち着いて。じゃあ次はモブくん同士の徒競走対決です。はーい。これ負けられませんだ。これで勝った姫はゲットですな。じゃあ行くぞ。じゃあ次についてよーい。うまっ。あー、姫への恋だけが走り出しちゃいましたね。モブくん、姫への恋のフライングは気持ちだよ。気をつけまーす。はいはい。じゃあ次は応援合戦だよ。応援合戦ってどうやってやるの？これを持ってね。これでどうするんですか？三三七よーし。せーの。かわゆかわゆ姫マジかわゆ。これ2対1ですか、姫？もちろん。これ今度こそ勝ちますよ。ですな。じゃあ行くぞ。よーい、スタート。あー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 。姫が満足したようなので終わりまーす。どうもありがとうございました。ちょっと待ってー。待って待って、まだ今から漫才運動会の見どころを紹介していきたいと思います、はい、じゃあどれからやる？僕からいきましょうかね。じゃあこの動画の見どころをまっちゃくんお願いします。はい、見どころ、いろんなところで披露です。あれ？どこでやったん？これね、意外とこのネタ古いネタなんですよね。はいはい、はい。ヴィンテージ。そう。はい、僕はネタパレさんに、おぉ、そうだ、させていただいた時も、このネタ。おぉー。で、アンダー25の、一次予選のネタもこのネタ。おぉ、なら受かってるんだね、さすがに。一次予選。受かせるじゃん。一次予選は、敗退してしまって。でも、敗者復活で、復活しました。追加合格。ありがとうございます。絶対俺らじゃないだろうと思ったけどね。この感じで追加合格一番ない。まあでも嬉しいですね。いろんなところにさ、小田さんを引っ張って行ってくれたネタなんだね。そうだよね。その時からいろいろ変わってるもあるんでね。常に進化してます。ネタパレとか見てる人はここが変わってるっていうのを見てもらえればね。姫の夢を叶えてくれたネタであります。ぜひ見てください。お願いします。じゃあ次、昴生いきます。じゃあ次、昴生くんの見どころをお願いします。このネタの見どころとは、芝戦でのわちゃわちゃっていうね。あの、それこそネタパレさんとかでやってない騎馬戦のくらい。あ、入れてみたんだよね。新しいやつだ。これあの、騎馬戦やってるんですけど、多分皆さんも見てると分かると思うんですけど、尺が長くなってるとなんか知らないですけど。なんか楽しかった思い出もあったけど。楽しかった。
それ以外の記憶はなくて、なんか姫が背中を向けてるシーンがあったり、そう、こうやってうーってやってた。なんでちょっと予定とはうまくいかなくてね、騎馬戦戦おうと思ったんですけど、なんか阿部子さんがうわーってなって、なんか姫がキャーってなって、そのみんなの意思がどれぐらい合ってないかを見てもらったらもう一回わかるよね。なんかさ、小田さんのネタで、うん、もう一個さ、手押し相撲をやるネタがあって、 それと騎馬戦がこっちゃに混ざっちゃいました、ね、これもファーストテイクですから、そのまま流れ、ね、あれはあれでいいということでね、うん、このわちゃわちゃも ね見てほしい、ね、で戻って誰がそのうまく対応してるとか、もう全然アドリブできてないとかあったらね教えてください。それでね、楽しんでるから本当に楽しんでる、もうそのままの太さを見てください、うん、はい、お願いします。じゃあ最後に姫の見どころいきます。はい、はい、お願いします。パパーン、パパン、パントマイム。パントマイム。そう、このさ、はい、運動会をするにあたって、うん、あのペンライトだけは、はい、あの姫が作ったやつを本当に持ってやったんだけど、はい、それ以外は全部パントマイムでやったからさ、うん、この歌さんのパントマイムの凄さを何回も見てほしいです。ね、ね、見た店でね、そのマイムが下手すぎるって言われたからね、辛いけどね、生が見えないって。そう、成長もね、含めて。ね、多分今回は見えてるはずなんで。あとほら、うん、ここに見て書いたんだよ。あれ、ね、おせつと京太さんですよ。あれ、あの浅草のね、若手の言う。違う。それはコウセンくんと、抹茶くんが、ほら、綱あるでしょ、ここに。綱を引いてるんだよ。コウセンと抹茶が手を取り合ってる。こうやってるよ、こうやって。そう、こうやってる。レシーブしてる、レシーブ。姫にはモーブくんがこう見えています。なるほど、また比較してもらってね。大変ですね、皆さん戻るのがね。こっちの方が上手いって可能性もあるかもしれないんで、うん、まだまだ可能性があるこの漫才運動会なので、うんうん、何回も見てほしいです。お願いします。巻き戻して可愛さを見てくだ、うん、うん、ああ倒れちゃったよ。オッケー。あれ、姫もう終わったんですか。終わり。ああ。